オクラです。はい、今日紹介するのはトニックパウですね。ビットコイン SV を使ったピアトゥーピアの広告サービスというものになってます。この作品は第1回の SV のハッカソンで準優勝になった作品ですね。あの当時の1位が優勝したのがアップタイム SV で、現在のビットピングですね。いうことで、まあ、かなり優秀な成績を残したサービスとなってるわけですけども、やっぱりね、ビットコイン SV でサービスなんか一つ教えてくれって言われたら、まあ、やっぱりトニックパウかな。僕が一番最初に紹介したいのは、これもうめちゃくちゃいいから、広告サービスね。まあ、いわゆるそのクリック報酬型の広告をもう任意で貼れることができるんだけど、まあ、Google AdSense とかと比べて、まあ、あのトニックパウ側に、公式側にね、運営側に取られるのが1割っていう、まあ、非常に少ない金額で済むっていうのと、まあ、マイクロペイメントを有効活用して、もう即座にね、もう即座に来る、即座にもうちっちゃい金額がピョロンと入ってくるということで、もう本当に難しい手続きいらないです。これはもうめちゃくちゃ簡単なんでね、もう誰でもすぐできる。あ、でウォレットさえあれば、もうビットコイン SV のウォレットさえあれば、もう誰でもできるんで、もう SV 自体持ってなくてもできるんで、もう今すぐにやってください。これはね、めちゃくちゃいいサービスだから、トニックパウはね。さて、じゃあプロフィール見ていきましょうか。最近あの UI も一新されて、ちょっとかなり見やすくなってますね。プロフィール、レベル20、ユーザーネームオクラ。でメールアドレスと電話番号は隠しておきましょうね。でペイアウトアドレスが、オクラチャンネルアットマネボタンドットコムということで、ペイメールアドレスを貼ってますね。でも本当プロフィール、アカウント作るのはもうメールアドレスと、あとなんだっけ、電話番号の認証するだけで、それだけで OK で、ま、マネボタンアカウントだとかハンドキャッシュ持ってる人はもうそっちでサインアップすることできますんで、もう めちゃくちゃいい。これはね、うん、すぐできる。次、稼ぐ、でここのページが今まで過去にどれぐらい稼いだかと経験値が見れるようになってますね。で僕が 1.47 ドルを今まで稼ぎました。経験値が2万1000ありますよと。でマイリンクスはこれが多分過去に自分が生成した広告リンクですね。うん、で多分この矢印が実際にクリックされた値と、その下のビットコインのマークが報酬でどれぐらいもらったかみたいな、そういうことなんじゃないかなと思う。全然クリックされてないけどね。ああ開いちゃったよ、ピアゲームで。一番下まで行くと、でもこんだけもらってんだけどね、多分この辺がベータ時代なんですよね。この辺ずっとやってるのが、履歴トランザクション見に行けるようになってます。これクリックしたらあのファッツオンチェーンの方飛べますんでね。一番古い履歴で、これが僕がもうすぐやったから、あの時2019年の9月とかあの辺ぐらいのやつですね。履歴が全然使ってなかったっていうのも、ベータ時代はちゃんとうまくできたんだけど、なんか割と最近になってもう一回久しぶりにやってみようかなと思ったら、報酬がちゃんと受け取れなくて、なんか公式がミスってたみたいですけどね。そういうこともあって最近はやってなかったです。いうことで、ちょっとじゃあ見に行きましょうか。次はアドバーティスト、アドバーティスト、あ、これは API ですね。ここスルーしましょう。でチャレンジズということで、この辺がなんかミッションみたいなタスクがあって、提示された内容をこなせば、まあ、経験値だとか報酬がもらえるっていう感じですね。この一番上なんてピクセルパーフェクト、これなんか5ドルもらえるとか、そういうことなのかな、わかんないけどね。スルーします。次、この辺が実際にこなすタスクをこなして、報酬を受け取ったページですね。過去にで一応僕が、まあ、さっきやっちゃったんですけど、コンプリートプロフィールということで、まあ、プロフィールを更新しただけで 0.03 ドルと7800経験値 EXP をもらいましたよということでね。もうプロフィール更新するだけでもうお金もらえちゃいますからね。これもすぐやってください。で次、あとこの辺はまあウィジェットとか、まあドメインを登録したら、まあ解析とか楽ですよとか、そんなんですよね。で最近あのワードプレス用のプラグインとかね、あとまあウィジェットとかが
落とせるようになってますんで、これも非常に便利なんでね、使ってみてください。ワードプレスでね、なんかブログやってる方とかね、めちゃくちゃいいと思う。まあ僕もやってるんですけど僕もやってるけどめんどくさいんでスルーしてますけどね。さあ、まあ実際やっていきましょうか。プロモーターページ、あれ飛べない。先下こっち見とくか。アドバイザーみたいな。あれ？一回ちょっと戻りますね。先やろうか。プロモーターね。で、このページが、まあ、一応メインのトップページになってて、広告のね、オファーリンクが、おれあれラグがすげえ。広告のオファーリンクがね、上から順に並んでると。いう感じですね。で、基本的にクリック報酬型のが多いんですけど、まあ中にはそのボーナス付きだとかね、まあこれとかね、ボーナスって書いてあるし、こういうのもありますよと、いうことでね、でこれ見てもらうと、あのコインギクさんが最近出したやつなんですけど、まあ次回のなんだコインギクカンファレンスの詳細みたいな感じのページがあるんですけど、これがねクリック単価が 0.1 ドルあるんですよ。でちなみに基金が今337ドルあるんで余裕でもらえる、うん、めちゃくちゃもらえる。これをじゃあちょっとリンク貼ってみましょうかね。はい、シェア。はい、これで今もうリンクコピーしたんで、これをじゃあツイッターに飛んでいこうか。あ、もうこれだけです。一応書いとこうか。これを、このリンクをもう踏んでもらうだけで、もう一人踏んでもらえたらもう 0.1 ドル入ってくる。ちょっと待てよ。トニックパウの紹介動画を撮影してます。踏んでくれると嬉しいです。踏んでくれると嬉しいです。で、チューリップ。これでいこうか。トリックパウの紹介動画撮影します。踏んでくれると嬉しいです。はい、これでツイートします。で、ツイートして、もう踏んでもらえたら、もうすぐ報酬入ってくるんで、あ、一応待てよ。ちょっと待てよ。僕の今のマネボタン、一応報酬を受け取るウォレットを今マネボタンで登録してるんですけど、これ最近直近の履歴が2月27日に 0.03 ドル受け取ったっていうこの履歴ですね。これ覚えておいてください。今から誰か踏んでくれたら入ってくるはず。さあ、この間にじゃあプロモートが今の広告のオファーリンクが並んでるメインのページなんで、この間のね、アドバーティスみたいに見てみましょうか。アドバイザーみたいな感じか。あ、これはあれだな。なんか、すげえ優秀な人たちみたいな感じか。あ、で、ゲットスターテッド。あ、ニューアドバーティスト。あ、これはあれだね。広告をオファーする側だね。こっから自分でオファーを出したい広告のイメージ画像と風にウェブサイトを登録してもらってできるとか、そういう感じか。結構ラグがあるな。僕はちょっと今通信環境が悪いっていうのもあるんですけど、ちなみにこの下のインテグレート、あ、モバイル通信切り替わりました。Wi-Fi キットか。この辺は API だとか、ウィジェット埋め込んだりだとか、この辺にありますね。ワードプレス用のプラグイン、ここからダウンロードできますよとかね。これ絶対便利なんでね、皆さんどんどん使ってほしいなと思いますけれども。ぐらいかな。あとはトニックパウ自体の紹介コードみたいなのもあります、ね。この割合で報酬が入ってくるのかちょっとわからないですけど、これ概要欄に貼っとくんで、まあよかったらね、こっからトニックパウのアカウント作ってもらえたら嬉しいです。ぐらいかな、トニックパウね。誰も踏んでくれないのかな。入ってこないね。
もうすぐ踏んでくれたらもうすぐ入ってくるんですけどね。ちょっとツイッター見に行こう。更新更新。僕のツイートのちょっとインプレッションちょっと見に行こう。本当は踏んでるとか。あれ投稿した僕。あれ投稿してない。投稿してるよな。ツイートアクティビティを表示。誰も踏んでね、誰も見てね。ちょっとやっぱ土曜のどれぐらいだろう。土曜の14時42分じゃちょっと誰も。あ、いいねついた。あ、誰か踏みましたね。ちょっと見に行こうか。誰か踏んでくれた。一人リツイートしてくれた。更新します。更新できない。トランザクション。あ、入りましたね。誰か一人踏んでくれました。 0.1 ドルね。もう今踏んでくれた多分誰かね。もうめちゃくちゃ早いでしょ。これもう素晴らしいよね。これでもう 10円ですからね。これちょっとクリック単価異常に高いんだけど、10円もう入りましたね。一人踏んでくれたんで。で、誰かリツイートしてくれたからバリバリ入ってくるかもしれない。いう感じですね。トニックパウは素晴らしいよね。まあそうですね。それぐらいかな。トニックパウはもういっぱいあるから、ね、オファーリンクは自分であのオファー出してもいいと思いますし、こうやってもうガンガン SNS とかで、ね、ブログ持ってなかったらね、あの SNS とかでもうガンガン貼るだけでいいです。もうなんならあの友達に LINE とかで送ってこっそり踏んでもらうとかでもいいと思いますけど、全然ね。いうことで、マトリックパウピアトゥーピアの広告サービスですね。どうしようかな。もう一回ちょっと見てみようか。もう一回誰か踏んでないかな。あ、踏んでねえわちょっとこの時間帯ミスったな。土日の夕方ぐらいにやってればよかったか。ちょっとじゃあ一旦ここで撮影止めて、どれぐらいトランザクション入ってきたかちょっと見てみますか、後でね。見てみますか、後でね。おはようございます。土曜の昼下がり、ついついお昼寝をねしてしまいましたけれども、あれから見てみると、6人ですね。6人ほど、リンクをクリックしてもらったみたいで、トランザクションもね、こっから 1,2,3,4,5,6 ですね、60円ほど報酬入ってきてます。ありがとうございました。はい、以上で終わりたいと思います。ビットコイン SV、BSV を使ったピアトゥーピアの広告サービスですね、トニックパウの紹介でした。お疲れ様でした。